どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中根人エルザです。バージョン 2.6 も後半戦に入ってきましたが、今回は新キャラの実装もないので何かと準備期間なのかなと思います。この準備期間は結構素材集めとか育成に集中できる期間でもありますので、ある程度限定を出したりするのかなと思います。結構こういった期間って楽しいところがありますよね。ですがキャラ不足などがあった場合は替えのキャラを育てるのも一つ大事なこととなっています。ということで今回は今まで活躍できている育てておきたい星音キャラの紹介を改めてしていきたいと思います。キャラの特徴はもちろんですが、編成の入れ替えの候補なども解説していますので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それでは星音キャラの紹介をしていきたいと思います。まず一人目はギャラガーですね。ギャラガーの特徴としては3つです。1つ目は攻撃的編成ほど相性がいいヒーラー、2つ目はどの編成の方にも合わせやすい、3つ目は流行り編成でもとにかく使えるっていうところです。これだけ見るとなかなか攻撃的なヒーラーなのかなと思います。ギャラガーに関しては酩酊を付与することで攻撃で回復が可能になり、味方の手数を減らさずに戦えるヒーラーっていうところです。この手数を減らさないっていうのは結構強いんですよね。回復面においても味方の緊急時には必殺技を使用して割り込み攻撃が可能となっています。それにより全体回復も可能となっていますので、攻撃的な回復役として非常に重宝します。この性能も相まって基本はどの編成でも活躍は可能っていうところなんですよね。特に超撃波、追加攻撃、弓編成での活躍がしやすいっていうところです。ただギャラガーに関してはいいところばかりではなく注意もあります。攻撃をしない味方が多いと安定感が落ちる傾向っていうところですね。ですが性能的には非常に高いキャラとなってますので、とりあえず困ったら入れるヒーラーとして活躍はできます。そのあたりはサポーターに通常攻撃をしてもらうとか工夫が必要になるのかなというところです。また高難度に関しても少し触れておくと、ヒーラー枠としてはまだまだ活躍ができるってところです。もちろんレーサーと比べると劣るところはありますが、ヒーラー枠としては十分活躍ができるかなっていうところです。まあ、星4にしては性能高めっていうところですね。続いて2人目は三月菜々花です。順守が解放されてから一気に評価が上がったキャラですね。ではおすすめのポイント3つです。1つ目は限定並みの瞬間火力が出せる、2つ目は師匠に合わせて弱点対応幅がアップする、3つ目は追加攻撃超撃波の二刀流が可能というところです。このキャラに関しては星4とは思えないくらい必殺技からの通常強化攻撃によって火力を出しやすいアタッカーというところです。火力の高さからサブアタッカーとしても重宝できるキャラですね。特に強化攻撃に関しては2種類ありますが、多段ヒットの攻撃となっていますのでダメージが出しやすく、サブアタッカーとして活躍ができるようになっています。この多段ヒットが本当強力なんですよね。しかも追加能力の効果によって師匠に応じた弱点属性を削れるようになりますので、師匠が別属性ほど弱点をつける機会が増えるので適応力も高い方だと思います。その他にも師匠による変化としては攻撃力アップと作陣地アップの効果がありますので、攻撃力アップなら追加攻撃型、作陣地なら超撃波型という感じで使い分けが可能です。先ほどの強化攻撃の多段ヒットも相まって超撃波を使えるっていうのはかなり強いところですね。また高難度においてもですが、火力を発揮しやすいところがありますので、師匠などと合わせて活躍ができるところがいいところです。一時期0ラウンドクリアするときに菜々花を入れて使っている人が多かったりしてましたので、そういったところではなかなか強みのキャラクターなのかなと思います。虚数キャラっていうところもいいところですね。続いて3人目です。3人目はモゼになります。こちらも最近追加されたキャラですね。おすすめのポイントとしてはまず1つ目、追加攻撃キャラと相性が抜群っていうところです。2つ目のおすすめは手数の割に SP 消費が少ない、3つ目の特徴としては追加攻撃扱いが多いというところです。モゼに関しては星4の中でも圧倒的な手数で味方の援護ができる追加攻撃型のサブアタッカーというところです。ただモゼに関しては獲物状態という特殊な状態を付与して、敵を味方が攻撃すればチャージを消費しながら追加攻撃ができるというのが特徴です。これが結構強くて攻撃回数が多くなる傾向なんですよね。しかも味方を選ばないというのがいいところです。また追加攻撃持ちと合わせることによってチャージ分連続攻撃も可能となりますので、次々と攻撃が続き楽しいキャラとなっています。ただし獲物の付与を必ずしないといけないため、毎ターンスキルを使用するっていうのが必要だったりします。
ですが追加能力によって天砲を発動すると SP が1回復するためかなり効率がいいんですよね。結構 SP 面でも抜かりがないっていうキャラになってます。追加能力の解放などをすれば天砲と必殺技で追加攻撃が可能になります。特に天砲の発動回数が多いキャラなので追加攻撃起因の味方と連携が取りやすいっていうところがいいですね。衣装の編成に入れることが多いのかなと思いますが、衣装枠の中でも雷属性枠としてしっかり活躍ができる上にアベンチリンとも相性がいいのが嬉しいところです。ここがナノカとの大きな違いっていうところですね。ちなみに高難度に関してですが、今は属性相性的に扱いづらいっていうのがあります。これに関しては風属性弱点はあるんだけど雷持ちがいないっていうところだからですね。なので秘書の必殺技を貯めるための要因として活用するのが今のところはいいのかなと思います。続いて4人目です。4人目はペラになります。いつものキャラクターっていうところですね。おすすめのポイントとしては3つです。1つ目トップクラスの防御デバフ持ちですね。2つ目バフ解除で一部の敵に有効な攻撃ができる。3つ目予備編成を軸にデバフで活躍ができるっていうところです。ペラに関しては相変わらずのデバフ性能がアタッカーと相性がいいキョムキャラというところになります。まあ、紹介だいぶされてるんでね、かなりこすられてるキャラだなと思いますね。必殺技の効果によって全体の最大が 40% の防御デバフとなっています。これに関しては相変わらずトップレベルってとこです。まあ、単体で見ると銀狼とかが強いんですが、やっぱ全体というところがとにかく強い要素ですね。またスキルによって相手のバフを解除できるため攻撃力アップなど相手の弱体が狙えるようになります。自動回復などのバフも解除が可能となってますので狙って使えれば強いキャラというとこです。このバフ解除っていうのが本当強いですよね。さらに特徴を伸ばすのであれば、決意は明日のように輝くの光炎水を装備すれば全ての攻撃でデバフを付与できるようになります。光炎水によって特徴を伸ばせるっていうのがいいところですよね。そのため予備編成を組む際には相変わらずの相性の良さなので火力補助として大活躍はまだまだできるキャラとなっています。長久がいないならなおさら活躍ができる枠っていうところですね。未だに予備の編成相性としてはいいキャラっていうところです。なので予備編成を組もうと考えている方はペラをもう一度育て直すっていうのはいいことかと思います。それでは5人目です。5人目はテイウンですね。限定キャラが来ますが、まだまだ使えるキャラというところですね。ではおすすめのポイントを話していきたいと思います。まず1つ目、スキルバフが豊富で扱いやすい。2つ目は必殺技で EP を大量に回復ができる。3つ目は必殺技編成で大活躍はまだまだできるというところです。今までにバフに関してはなかなかトップクラスな性能を持ったキャラとなっていますね。まあ、単体特化というところではありますが十分活躍ができるキャラとなっています。まあ、星4の中でも唯一 EP 回復ができるっていうのも特徴ですね。さらに攻撃力バフ系も大量に漏れるってことがありますので優秀な調和キャラとなっています。テイウンに関しては攻撃力バフが中心に見られることが多いですが、その他にも雷属性負荷ダメージの追加が可能であったり、突をすると必殺技発動で速度アップや敵を倒して EP を回復など大量のバフを付与することが可能となっています。スキルだけのバフといっても最大で4つ付けれるようになってるんですよね。またその他の特徴としては EP 回復量が多いってとこです。数値としては50と固定値を回復できるようになっています。しかも貫突をすればプラス10されますので60最大回復できるようになるんですよね。これに関しては最大 EP120 のキャラであれば半分は回復できるのでかなり強力です。120という数値を参考程度で話すと、運2の必殺技発動が120で発動可能となっていますので、半分は回復できるようになっています。しかも運2に関してはストックもできるので、そういった点でも非常に相性が良く強いんですよね。また、こういった傾向から、運2やインゲスといった必殺技の回転率と攻撃系バフが必要なキャラにとっては、低運はまだまだ重宝するキャラとなってます。それぐらい相性がいいキャラとなってるんですよね。しかも EP 回復とバフバリに関しては現在はポポしかいませんので、調和キャラの中でも貴重なキャラというところになってます。ですが高難度の場合で話をすると、ウンリー以外のアタッカーとはあまり相性が良くないというか使い勝手が悪いというところがあります。なので活躍の幅が狭いというのがありますので、必殺技型やハイパーキャリーで活用できる以外はそこまで使い道はないと思ってください。流行りの編成だとちょっと扱いづらいかなっていうところではありますが、既存のアタッカーでは組ませやすいっていう感じですね。続いて6人目です。最後の紹介となります。6人目はヘルタです。ヘルタに関しておすすめは3つですね。まず1つ目、
豊富な全体攻撃が可能というところです。2つ目に関しては模擬宇宙攻略で突が簡単にできるということ、3つ目は虚構女児で必須級の性能はまだまだ健在というところですね。全体攻撃が本当に強いキャラというところです。まずヘルタに関してですが、虚構女児や周回要素のある戦闘で大活躍するようになっています。まあ、全体攻撃持ちのアタッカーとしては星4でもかなり優秀な方ですね。スキルと必殺技が全体攻撃に加え、追加攻撃も全体となっています。そのため敵の HP を 50% 以下にすることができてしまえば火力を発揮しやすいキャラとなっているんですよね。敵の数が多ければその分ヒット数も増えますので、より火力を出しやすい、殲滅しやすいキャラとなっています。敵の数が多ければ多いほど HP を大量に削れる編成と組ませれば組ませるほど発動機会が増えるため、連戦においてもとても楽しいキャラっていうところです。しかもヘルタに関してはキャラガチャをしなくても模擬宇宙の攻略で突が進めれるため、強化はしやすいところがあります。特に追加攻撃の深ダメ追加や会心率アップなど火力面をアップするものが多いので、より活躍ができるようになるんですよね。これが本当にいいところかなと思います。ただし高難度の活躍具合に関しては注意があります。それは虚構女児のみの活躍というところですね。しかもジェイデや姫子と組み合わせることによって連携が組めるようになってますので、この2人を持ってないと効果を発揮しづらいっていうのがあります。正直使っててこの2人以外と組み合わせるとヘルタは強いんですが、なかなか難しかったなっていうところがありますね。なのでヘルタの活躍具合としては結構手持ちのキャラに依存するところがあるのかなと思います。ただ今回おすすめした理由っていうのが次があります。バージョン 2.7 で虚構女児の変更に対応ができるようなキャラっていうところです。バージョン 2.7 の情報として公式の方で情報が出ていましたが、虚構女児の変更があるんですよね。これには雑魚敵が延々と出るような仕様となっていて、メインのボスがいるっていう状況になっていますので、殲滅力の高いヘルタはかなり重宝するのかなと思います。まあ、敵が出てくる、雑魚敵がどんどん出てくるっていうところではヘルタの活躍具合としては変わりようがないのかなと思いますので、今からでも育てておくといいのかなと思います。以上で現在星4でも育てておきたいキャラの紹介というところになります。以前から紹介している被りのキャラっていうのももちろんいますが、新規で登場したモゼやナノカっていうところが今回は入ってて、ちょっとずつ状況が変わってきているのかなと思います。まあ、追加攻撃編成が強くなっているので、それに合わせやすい2人が評価が上がったっていうところですね。それでは一通り紹介の方もできましたので、現在の編成、まあ、活躍している編成に対してどういった入れ替えが発生するのかっていう紹介もしておきたいと思います。まずは今回紹介したメンバーについてですね、基本的な編成に対して入れ替え候補として並べています。それではまず衝撃派からです。衝撃派編成に関しては3人変更可能というところですね。まあ、メインアタッカーをナノカにしたり、回復をギャラガに変えたりというところです。ただルアンのところペラを入れているんですが、この編成の強みをちょっと消してしまうことになりますので、あまりおすすめはしないです。どうしても入れるならペラを使ってくださいというところですね。穴埋めとしてはいいところなのかなと思います。続いて必殺技特化型です。運理がメインアタッカーの時には低運が入るようになってますので、このメンバーで使うというのが理想となっています。結構攻撃力が上がって使いやすい編成ではあるんですよね。あとは低運のところを花火で使っている方もいると思います。そういった場合は花火の代わりに低運っていう考え方でも大丈夫です。続いて追加攻撃編成ですね。こちらに関してはトパーズの枠をモゼとナノカで補うっていうのが理想となっています。まあ、属性に合わせてトパーズ、モゼ、ナノカを使い分けるっていうのもいいですね。あとはアベンチリンの枠としてギャラガーを採用するっていうところです。リンクスとかでもいいんですが、ギャラガーの方が使いやすいかなというところです。続いて闇編成です。闇以外のサポーターが入れ替わるというところですね。まず昇級と花火の枠に関してですが、どちらか不足してた場合はペラを入れた方がいいかなというところです。できれば昇級ペラみたいな順番の方がいいですね。花火と入れ替えの方がペラは性能を発揮しやすいというところがあります。闇の性能を活かせるというところがありますので、花火の方を入れ替えとしては優先するべきかなというところです。また闇編成の耐久枠に関してですが、アベンチリンの代わりとしてはギャラガーがおすすめです。まあ、回復ができるようになりますので、多少長期戦には向いてるかなっていうところですが、高ダメージには耐えれないっていうところがありますので、必殺技の使い方が非常に重要なところとなります。まあ、ただ入れ替えとしてはギャラガーは全然ありかなっていうところです。続いて持続ダメ編成に関してです。これに関しては頬の部分をギャラガーにするぐらいとなります。最後虚構女児の編成に関してですが、姫子の部分をヘルだと属性に合わせて使い分けるっていうところです。今回紹介したメンバーとしてはこんな感じの入れ替えとなります。
それでは今回紹介していないキャラに関しても入れ替えの候補として一応紹介はしたいなと思います。その他のキャラとしては黄色い部分ですね、こちらを見てもらうといいかと思います。変わったところとしては必殺技特化編成のロビンとフォホの部分ですね、カンアとリンクスが候補となります。その他に読み編成であれば昇級の部分に K ナイフン、あとは持続ダメ編成のブラックスワンのところにタンポと K ナイフンを入れるという感じです。ここまで追加されるキャラは多くないんですが、大体使う傾向として K ナイフンが持続と読みで活躍できるというところになってますね。その他に育てるとしたらリンクスとカンアというところです。ですが活躍できる幅っていうのがそこまで広くないので、まあ、今回紹介した6人が使い分けとしてはいいのかなと思います。まあ、できるだけ使える頻度というか使い回しができるキャラの方が活躍が期待できますので、今回はこちらの6名をおすすめというところで紹介したいと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。